フジテレビの長島優美アナウンサーが20日に自身の SNS を更新し、第一子を妊娠したことを発表した。この度、新しい命を授かりました。と報告し、楽しそうに犬と撮影した写真をアップ。さらに賑やかになりそうですが、変わらず仕事も頑張ります。引き続きよろしくお願いします。とメッセージを寄せた。長島アナはサッカー日本代表として活躍した長島昭弘氏を父に持ち、2014年にフジテレビ入社、パンシリーズ9代目の MC を務め、16年から目覚ましテレビのメインキャスターを5年間担当した。現在はジャンクスポーツ、私のバカ狭いし、人志松本の酒のつまみになる話のナレーションを担当。今月22日、23日の大型特番、FNS 27時間テレビの進行アシスタントを務めることも発表されている。プライベートでは21年3月に同局勤務の1年先輩の男性と結婚した。長島優美アナウンサーの経歴は、兵庫県神戸市出身、神戸市立三影北小学校、広明学院中学校、高等学校を経て、関西学院大学社会学部社会学科を卒業後、2014年4月にフジテレビにアナウンサーとして入社しています。父親は元サッカー日本代表の長島昭弘氏、J リーグ発足時のスタープレイヤーであり、2000年に惜しまれつつも現役を引退し、引退後はスポーツコメンテーターとして活躍しています。昭弘氏はハーフのような彫りの深い顔立ちが印象的で、その父に似た長島アナもエキゾチックなルックスをしています。また、兄弟には弟が一人おり、弟もハーフのような顔立ちのイケメンです。家族とは大変仲が良く、休日にはみんなで食事に行くことが多いと言います。長島アナは幼稚園の頃からジャズダンスを習っており、中学生、高校生時代にはチアリーディング部に所属していました。大学時代にはダンスサークルに所属しており、現在もたまに番組でキレキレのダンスを披露することがあります。また、2020年12月に YouTube、目覚ましテレビチャンネルで配信した BTS のダイナマイトを踊ってみた長島優美の元気が出るダンスが570万再生回数を超えるなど話題になっています。2022年9月11日には FNS ラフ&ミュージックにおいて人気映画ワンピースレッドに出演するキャラクター歌のコスプレ姿で、アド、新時代に合わせて、キレキレダンスを披露しています。関西学院大学1回生の2010年には、神戸ウェディングクイーンコンテストの、初代女王に輝き神戸市観光大使を務めています。2回生時には、2011年度ミス関西学院大学コンテストで、グランプリに輝いています。その一方では、ボランティア活動をしており、2012年3月12日には、東日本大震災の被災地である岩手県に訪れています。また、2012年1月から3月には、サンテレビ、ミスカム .tv 学生の力にレポーターとして出演。その共演者の中には、当時ミス同志社で、学年も同じである宇垣美里がいました。また、当時は関西を中心に、女子大生タレントとしても活動しており、2012年10月6日から、2013年3月23日までの約半年間、大阪の朝日放送のローカル番組、おはよう朝日土曜日ですで、リポーターを務めていました。また、1年半大阪のアナウンススクール、聖アカデミーに通いアナウンスの基礎を学んでいます。その一方では、アルバイトで31アイスクリーム、結婚式場での巫女、テレビ局での事務などを経験しています。フジテレビ入社時には、父親の昭弘氏が選手引退後、フジテレビ系スーパーニュースウィークエンドのスポーツキャスターを務めていたため、ネット上では彼女に対してコネ入社の疑惑が浮上していました。当時の週刊誌などによると、実は長島アナはテレビ朝日からも内定を得ていたようで、好調で勢いのあるテレビ朝日を蹴ってまでフジテレビを選んだあたりに裏で何かありそうだといった見解です。しかし、昭弘氏がフジテレビの社員というわけでもないですし、彼女の場合はミスコングランプリでタレントとしての活動経験もあるため、どこの局でも欲しがる逸材だと思います。彼女の新人離れした堂々とした振る舞いや、そのポテンシャルの高さから、決して話題性や容姿だけではなく本人の実力で勝ち取ったと思われます。入社1年目の9月末より目覚ましテレビを担当し、10月よりサッカー番組
マンデーフットボール R の MC、情報番組、バイキング、フジテレビのエース候補の登竜門的番組のパンシリーズの9代目となるユミパンなど新人アナとしては数多くの番組に起用されています。当時から喋りや立ち振る舞いは神々王子と言われた父、明宏氏をすでに超えていました。2016年4月よりわずか入社3年目にして看板番組である目覚ましテレビのメインキャスターに就任し、フジテレビの朝の顔として活躍しています。その一方では2018年1月28日から復活したジャンクスポーツの進行も務めています。2019年11月2日から3日放送の FNS 27時間テレビ日本のスポーツは C では進行役を担当しています。2020年12月4日にはオリコンの第17回好きな女性アナウンサーランキングで第9位となり初ランクインを果たしています。そして2021年3月4日には目覚ましテレビで同じフジテレビ社員で1歳年上のディレクターと結婚したことを性報告しています。また同年3月26日をもって目覚ましテレビを卒業、同月29日からは新番組目覚まし8の初代総合司会に俳優の谷原章介と共に務めています。長島アナは2017年12月1日に写真週刊誌フライデーにおいてスクープ目覚ましテレビのメイン MC が先輩社員と初ロマンス、フジテレビ長島優美アナ MR サンデーディレクターとお泊まり合いと題した記事が写真付きで掲載されています。同記事によると11月14日の午前11時頃に長島アナは目覚ましテレビの収録が終わり、退社すると自宅も最寄り駅近くのスーパーに寄って夕飯の食材を買い自宅マンションに帰ったといいます。それから約3時間半後の午後14時30分にある男性が彼女のマンションを訪れ、その男性は周囲を警戒しているのか正面エントランスではなく自転車置き場の脇の階段を足早に登っていったといいます。さらに週明けの11月20日の夕方17時にもこの男性は彼女のマンションを訪れています。そして翌日午前3時に長島アナが出社する際には一緒には部屋からは出てこずに昼過ぎにようやく部屋を後にしたと伝えています。続いて11月23日この日は長島アナの26歳になる誕生日であり、この日も男性は昼過ぎに彼女の部屋を訪れています。夕方頃に長島アナは目覚ましテレビで共演している岡添真紀とお茶をしに出かけたといいますが、1時間ほどで切り上げ再び自宅に帰ったと伝えています。相手男性についてはフジテレビ関係者の証言によると長島アナより1歳年上の先輩社員でフジ入社5年目の A 氏、記事では一般人のため顔写真には目線がつけられていますが、錦織系をキリッとさせた感じのイケメンであり、超名門高校から系列の大学へと進んだエリート、身長は180センチ以上のスポーツマンタイプの男性で、学生時代にはアイスホッケーサークル放送研究会に所属していたと伝えています。 A 氏は現在は日曜日夜の報道番組 MR サンデーで VTR 制作を担当していますが、入社から4年間は目覚ましテレビのディレクターを務めており、2016年4月から目覚ましテレビのメインキャスターになった長島アナに手取り足取り仕事を教えたことで親しくなり交際に発展したということです。その後 A 氏は MR サンデーに移動したことによりなかなか時間が合わなかったようですが、二人きりで旅行に行ったりするなど交際は順調に続いているといいます。また最近は A 氏の休みが月曜日と火曜日なので長島アナの家に訪れるケースが多いと伝えています。またフライデーの記者が長島アナに直撃取材を敢行した様子も掲載されています。交際については明かしていませんが、朝早い記者を気遣うなど優等生の彼女らしい模範的な回答でした。なお長寿番組目覚ましテレビの現役メインキャスターの恋愛スキャンダルは初めてとなります。また長島アナによると明宏氏はこの件を知らないというから驚きです。明宏氏といえば娘の溺愛ぶりが有名であり、以前女性セブンで明宏氏が毎週週末に仕事で東京に訪れる際には必ず長島アナの自宅に宿泊するため大学時代から交際していた
彼氏と会う時間がないと嘆いているといった内容の記事が掲載されるほどでした。そんな愛娘の熱愛報道となれば気が気でないのは間違いないないでしょう。さらに自分に隠して男性と交際していたとなるとかなりのショックを受けているはずです。後日ダウンタウンナウで長島アナは番組を通じて明宏に初めて彼氏のことを伝えています。その後2020年10月14日放送の突然ですが占ってもいいですか？では占い師から過去の恋愛事情を言い当てられ、来年に結婚すると予言されています。また結婚報告をした際にはお相手のどんなところが好きですか？との質問に対して、いろいろあるんですけど、機械にものすごく強くて、パソコンがすごくできるんです。そこが尊敬してます。自分のことよりも、いつも他の人のことを考えているところが、すごく良いなと思って、私も支えられてます、などと明かしています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。